なんというか、いろいろ世知辛いな。あ、やっと会えました。今朝のお礼、ちゃんと言いたくて探してたんです。あの、他の班の人は？ああ、なるほど。私も似たような感じです。よかったら豚汁一緒に食べませんか？じゃあ、一緒に飲みましょう。いただきます。改めてなんですけど、今朝はありがとうございました。ああいう状況、実際になってみると考えてたよりずっと怖くて、ですので本当に感謝してます。ありがとうございます。はい。それとなんですけど、この前はすみませんでした。前に鴨志田先生とお話しされていた時のです。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って。鴨志田先生から聞かされたばかりだったので、思わずあんなことを。他でもクラスの子とかが噂で話しているのを聞いてしまって。そういうのはないです。勝手な決めつけとか噂とか嫌なんですよ。それに会ったばかりの私が言うのも変ですけど、先輩は噂されてるような人じゃないと思います。先輩が本当に噂通りのことしてたら話は別ですけどね。何でしたっけ？強盗、殺人、象牙の密売？さすがにそれは冗談だってわかりますよ。あれ？とんでもないことに気づいたんですけど、私まだ自己紹介してなかったです。あ、すみません。先輩の方から。というか敬語はなしでお願いします。私後輩ですし。私1年の吉沢。なんだあいつ。ん？おい、間に合った。はい、大事なものは話しちゃダメだよ。すみません、話の途中で。え、先にバレちゃいましたね。そうです、私1年の吉沢かすみです。さっきのですよね。私新体操をやっていて。でもコツさえつかめば簡単なんですよ。こうトントーンって。新体操か、なるほどな。なあ、あの動き覚えておいたら役に立つんじゃないか。ちょうど怪盗団も戦力アップが必要だと思ってたんだ。先輩どうしました？というか猫いるんですかね。なんか鳴き声が。先輩、新体操に興味があるってことですか？嬉しい。私でよければぜひと思ったんですけど、もしよければ私からもお願いがあっていいでしょうか？実は最近演技の調子があまり良くなくて、いろいろ考えてしまうんです。なので都合のいい時にちょっと相談に乗ってもらえたらなって。はい、
時々話を聞いていただければなって。なるほど、悪くない取引なんじゃないか。オス、あ、いや、オスは言い過ぎでした。よろしくお願いします。怪盗の身のこなしは常人離れしていると報告にあるわ。特殊な器具の扱いにも心得があるよね。その手の指導を誰かから受けていた、そう考えるのが自然じゃないかしら。どうなの、答えなさい。我は汝、汝は我、汝ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我信念のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。あ、連絡先交換しませんか。あれ、電源落ちてる。すみません、最近スマホの調子が悪くて。あ、着きました。時間あるときにでも連絡させてください。囚人学園の生徒は間もなく清掃活動終了です。食べた後のゴミは捨てずに所定の場所に集めてください。今日はそのまま解散になります。お疲れ様でした。清掃活動終わりみたいですね。ちょうどジャージだし、少しだけ基礎練やって帰りますか。まずは体幹からです。基盤の体作りは大切ですから。
でも。よし。
めんなさい。ありがとうございました。
その…やります。次ですよ、次。
ございます。聞いてください。ありがとうございます。我は何時、何時は我、我ここに心を鎧う堅牢たる絆を生み得たり、強き意志に抱かれし絆は行く道を照らすかがり火なり。今こそ何時、信念の費用たる片鱗に触れ得たり、さらなる深淵に歩むべき力を何時に与え、
それで。早速行きましょう。あのですね、
ください。私は
るほど。ですね。ありがとうございます。これは。しました。私は
願いします。あの、それで、私は好きです。
先輩。しました。コーチはまだ来てないんですね。今まで平口コーチに見てもらう前ってすごい緊張してたんです。昔からの付き合いではありますけど、だからこそがっかりしてほしくなくて。でも今日はなんだかワクワクしてます。先輩に褒めてもらえると絶対大丈夫って思います。今日はお時間作っていただきありがとうございます。やっぱりコーチには私の演技見届けてほしいと思って。いい顔してるわね、スミレ。はい、見せたいものがはっきり分かったんです。その様子だと何かを掴んだようね。けれどそれは言葉じゃなく演技で見せてもらうわ。さあ始めなさい。はい。立ち姿からして以前と違うわ。あなたのおかげかしら。なるほどね。それでは行きます。スミレ、世界への道は当たり前のように険しく厳しい。その覚悟はできている？もちろんです。私は世界を取ります。二人の夢を叶えるために。いい返事ね。あなたの持ち前の繊細さと届かない憧れを追いかけるタフネスさがあれば、世界は決して叶わない夢じゃないわ。さっきあなた自身が言ったように。あなた気づいていないでしょう。私に向かって初めて世界を取ると言ったのよ。
今までは撮ってみたいだったのにね。あなたも見つけたのかしら、この人のために演技をしたいって思える人を。それはそのあら、まだ変わりきれてはいないみたいね。いい理解者がすぐそばにいるみたいで安心したわ。今日はいいものを見せてもらった。次のレッスン楽しみにしているからね。コーチ。はい。平口コーチに認めてもらいました。そうかもしれません。なんて。先輩のおかげでやっと答えを見つけられた気がします。それに演技するときに大切なことも。はっきり言われるとやっぱり恥ずかしいですね。先輩からはたくさんのことを学ばせてもらいました。私は私の感じるままに表現して私たちで世界を撮ってみせます。我は汝、汝は我、汝ここにちぎりを血盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の響きを打ち破らん。今こそ汝信念の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。よしよし。全部やりきったんだって思うと。本当ですか？先輩にそう思ってもらえるくらい頑張れたならよかった。先輩、お願いがあるんです。ギュッてしてくれませんか？どうしよう、震えが止まるかと思ったのに今度は心臓が。はい、この暖かい場所があるって思えば私どこまでも頑張れる気がします。好きです、先輩。これからもずっと。
あの、これは…よし、はい、ありがとうございました。